セコンダーズ。ラウンド3ファイナルラインYeah.
試合終了です。ただいまのスコアの集計に入ります。採点結果を発表いたします。サブレフリー谷村28対27、赤杉江、同じくサブレフリー若林28対27、青佐々木、レフリー鈴木28対27、青佐々木。以上2対1をもちまして勝者青コーナー佐々木真嗣。それではメインイベント、まさに勝利をもぎ取りました佐々木真嗣選手に伺います。おめでとうございました。ありがとうございます。1ラウンドあのまま決まってしまうのかと思いましたけれども、最後は本当に苦しい2ラウンド3ラウンドでした。戦い終わっていかがですか？自分は KO とか TKO で勝ったことがないんで、1ラウンド初めてチャンスが来たのかと思ってちょっと焦ってしまいました。アマゾン選手、戦ってみて本当にいかがでした？やっぱり僕の何倍もキャリアがある選手ですごいです。強くてもう2ラウンド3ラウンド目はもう気持ちだけで頑張ったんですけど、1ラウンドがあってよかったです。今日は試合を取りました。この後の戦いも重要になると思いますが、最後にメッセージをお願いします。名古屋の皆さん、はじめまして。広島の福山っていう中で道場開いてて代表でやらせてもらってるんですけど、名古屋も地方の選手たちはすごく頑張ってると思うんですけど、もっと西の広島の福山っていうところでもみんなすごい頑張ってるんで、僕が負けるわけにはいかなかったんで本当に良かったです。ベルトを挑戦したいんですけど、自分まだまだ弱いんで、もっと強くなって胸張ってベルトに挑戦できるように頑張るんで、もしタイトルマッチとかそういうことが僕決まりましたら、同じ地方の人間として僕頑張るんで応援してください。よろしくお願いします。メインイベント勝利をつかんだ佐々木真嗣選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。俺も勝ったら泣くっていうのがちょっと定番になってきて、お前さん、俺信じられんとった、すげえ苦しい。上田君の時俺も記憶がないけど全然しんどくなかったけど、しんどかった。1ラウンド俺仕留めたと思って力出しすぎたわ。あれちょっとスタミナ使っちゃった、疲れた。これ初めてあんな風な、これ撮ってるんですか？初めてあんなチャンスが来たんで、今まで決めしかなかったんで仕留め方が分かんなくてちょっと頑張りすぎて、もう疲れた。2ラウンド、3ラウンド、1ラウンド俺すごいチャンスなかったわ。もうあれで終わった、俺も終わったかと思って力使いすぎて、もう2ラウンド、3ラウンドの力が全然入らなくて、1回2回切るのが精一杯で、本当は切るだけに徹していくつもりだったんですけど、膝とか言うけど、大体膝打ったらみんなテイクダウンされてるの見てたんで、いや入ってまあよかった、入ったけよかったけど打ちたくなくて膝言うけ、まあセコンドの指示に従おうと。
俺は俺の勝ちでよかったんかな。微妙、結構微妙、微妙だね。もう本当まあ21だけ見る人には寄ってくる。まあでもまだ、いややっぱフィジカル負けとかは自分あのまあ見た目より力あるんで、フィジカル負けとかいうのはなかったけど、うまさが見た目あった？見た目でも力ある。あ、本当？うわ、うまくてやっぱりパスのプレッシャーがうまくて、過去2戦はみんな簡単にパスされるんで、ちょっと自分頑張ろうと思って結構粘ったろ。でも粘ったけどパスされたね。やっぱうまい。うまいけどもう良かったです。本当みんながみんなの声がめっちゃ聞こえて、最後は気力だけで戻して最後3ラウンド振り絞って、結構晴れた？殴られたよね。あ、でも全然パンチは大丈夫なんだけど、3ラウンドだったから意外にも打ち合ってきたね。ちょっと面食らったけど。いや、初っ端来てくるだけ。打ち合いに左フック入ったら練習しちゃったやつが倒れたね。よかったわ、マジで。普通の選手だったら終わってるかもしれない、あれ。頑丈だな。地元のメインだね。うん。いや、でも向こうも研究してた。すごい潜りが好きだった。もう、そうだ、俺がカシミールに潜られっぱなしだったっけ。あれはまあ、自分はふわふわしとったっけ。よかった、よかった。はい。ミラノ3ラウンド耐えられた原因っていうか。あ、いた。え？ミラノ3ラウンド頑張れた原因っていうか。頑張れた原因はもう本当に同調性の声が聞こえて、この人の声が聞こえて、あのいつも気持ちじゃってよろがとか聞こえたんで、俺が気持ちが折れるわけにはいかなかったんで頑張ったけど、めっちゃ強かったですからね。めっちゃ強い、めっちゃ強くて、本当に。まあ、多分みんな応援来てなかったら、多分すぐ心が折れとったと思うんです。やっぱり俺が道場ですごい激飛ばしてる道場生があんなに来てたんで、情けないところはちょっと見せられないなっていうのが、2ラウンド後半から3ラウンドかけて声が聞こえて、頑張れたっす。もうあの、パウンドで本当仕留めるのが分かんないんで、途中で決めに行ったんですけど、全然その決められる気配がなくて、決めれるわけないな。今、相手を動いたんですね、あそこ。そっちの方が動いた。ただ飲み物ちょうだい。よかった。ほんまよかった。すいません、もうギリギリだったけど、つなげれたす、みんなに。お疲れさま。1ラウンド止められてもね、いつ止めてくれるんかと思ったんですよね。ちょっと止めてくれるタイミングが分かんない。あ、1ラウンドで終わって止まって、これででもランキングまた上がりますね。なんか僕上がってたんですけど、勝手に下がってたんですよ。6位まで上がったのに8位に下がってて、まあ強い人がどんどん戻ってきたんで、まあでも自分まだまだですね。もう本当にスカッと勝ってたらタイトルマッチとか言えたんですけど、全然スカ勝ちじゃないんで、ただこういう接戦経験できたのは今後に絶対つながるんで、頑張ります、また。はい。以上ですか。おー、いやー、マジよかった。聞こえた、めっちゃ聞こえて、これは頑張らんわけにはいかんわ、思って。俺がいつも俺に言おうってことは言ったの。いや、もう僕も石堀さんの声聞いてました。俺の着物とか。よかった。返す戻ろう。